はい、えー。会社としてですね、最も採用したくない。採用してして、採用した後で、しまった、騙された、と思うような社員はどんな人かっていうと、なんていうんですかね。あの、会社のことは気に入らないけど、とりあえず、生活していくために必要なお金を稼いに来る人でしょうね。そういった仕方なく働く人を募集してるわけではなくて、会社の理念とかミッションに共感していただいてね。で、会社には必ず目的があるわけですよ。 その目的のために、まあ、頑張れる人来てくれませんかって言って面接をするんですけども面接ではね御社の雰囲気に共感してとか社会的ミッションをどうとかって言ってああそうなのかなと思って採用したらいや自分の月末の支払いがあるんでそれが支払える会社で自分の身分保証してくれる会社それでいて仕事は少なくってなんかね義務とか押し付けなくて残業がなくって。 自分の能力とかをそんなことうるさいこと言わずに、とりあえず金を払ってくれて、ただいるだけで給料をどんどん上げてくれる会社に期待しますみたいな感じですよね。もうひどいですよね。これ入社詐欺って言うんじゃないかなと思うんですけども、もしね、理想の会社を探してるんだったら、そんな会社ないんで、まず理想の会社を自分で作ってみてね、じゃあそれが維持できるのかどうかってことを試してみればいいと思うんですよ。で、仮にそれと全く一緒じゃないけども、 ままあまあ会社の維持ができている人がいるなと思ったらどんなねあのおっさん社長でも自分より優秀だと認めてまずはその人に弟子入りするところが最初の一歩じゃないかなと思うんですよ。で自分のお金を払ってくれている会社とか社長に対してそんな反抗的なねうんそれこそ免疫腐敗みたいな態度を取っていてネットのどっかで見つけた人に全幅の信頼を抱いて。 100万とか払っちゃうみたいなどんなお人よしなんだって感じですよね。本当に信用できない人から金もらっててでそのお金をね自分の行動もしないような塾の販売にお金使っちゃうとせめてねやってほしいですよね。やれば見えてくるんでそれこそみんなの銀行っていまだに私入金あるんですけども みんなの銀行についての動画をたくさん作ったからいまだにあるんですよね。まさにアフィリエイトの時と全く同じ応用で YouTube でも同じ応用でもう全てがそうなんですよ。ログをどれだけ残すかっていう活動をしていけば売り上げの上がる糸口はできるわけですよね。まあ、やってる途中はお金にならなくてもだんだんこうねストックがたまっていくとまさにそれが自分の半永久的な資産になっていきますからしかも作業するっていうことによってね作業に慣れていくわけですよね。 そういうことをいっぱい勘案するとネットビジネスに可能性を見出してるのにネットの活動をほとんどしない人がどうやって山の頂点に登るんだと思いますよ。で今お金をもらっているその会社に対しても心底見押さえてるわけでもなくてねじゃああなたは一体どこに行くんですかどこにいるんですかあなたはどこにいますか今日はあなたはどこにいますかというそんな問いかけでいってらっしゃい